はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。先日タロットフレンズというメンバーシップの中でホロスコープ法というタロットの展開方法を解説したので、今回は私もその全体像を見るというホロスコープ法の展開で獅子座の皆さんを占ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。獅子座さんの後半です。まずご自身はカップ4、パートナーシップはワンドの9の逆ですね。お仕事社会がソードの9、逆です。そして、無意識や家の中のことがソードの4、金銭はペンタクスのエースですね。そしてコミュニケーションがソードの3、レジャーや恋愛が陰者の逆、そして健康運がワンド8の逆です。ちょっとあとは割愛させていただきます。はい、最後オラクルはお月さんです。そうですか、なんとなくちょっとちょっとなんかナイーブになってる感じですかね。星で見るとやっぱり7月の後半から7月23日以降ですね、お誕生日を迎える方も出てくると思うんですけど、それまでっていうのはちょっとねナイーブになりやすい時なんですよね。この1年よく頑張ったなっていうことでこう自分をねぎらって落ち着かせて次に備えるっていう時なので、なんとなく気持ちももやもやっとしやすいんですけど、これが本当にこう藻が開けたかのようにですね、7月23日以降ってパーッと明るくなってくるんですね。なのでもし今ちょっとモヤモヤっと感じてらっしゃる方っていうのは、今そういう時なんだなと思って抗わずに自分に優しくしようとか落ち着こうみたいな感じでいいと思います。ちょっとお仕事に関しては特にね、なんか自分が全然できていないとか、もっとできるはずなのにできていないとか、なんか余計な心配っていうのを自分の中で生んでいるかもしれないので、そこはあんまり考えないでください。どんなにね凄腕のできる人だって調子悪い時はありますから、もしかしたらこの7月前半っていうのはちょっと調子悪かったのかもしれないですよね。そしてそれによって自分自身っていうのもなんだかなーって感じで、こうちょっとそんな落ち込むわけじゃないんだけど、こう気持ちが盛り上がらないとか、そういう気持ちがそういう感覚があったかもしれないですね。でもね、今はやっぱりねちゃんと休まなきゃいけないっていう感じがあります。精神的なところとか無意識のところでソードの4のカードが出ているので、ここはやっぱり戦っていく剣を置いてゆっくり休みましょう。なので今は例えば社会の中でどううまく生きていくかとか、どう効率よく過ごすかよりも自分をいたわろうとか、ちゃんと寝ようみたいな感じがいいんですね。そしてコミュニケーションにおいても、もしかしたら自分がうまく伝えられていないとか、もっと自分の考えをちゃんと話せたらよかったのにとか、なんか誤解を受けるみたいな感じがあるかもしれないですけど、それもね時間とともに解消していくので、あまり思い詰めないでください。で、7月の後半23日過ぎてからっていうのは、さっき見たね、わあ、なんかだんだんとわーっと明るくなってくるので、今感じてらっしゃることっていうのはおそらく本当に時間とともに消えていくんだろうなって感じはするんですけど、ちょっとカードで見た時にやっぱり一番際立っているのがこのお月さんのカードなんですね。で、お月さんのカードっていうのはなんか月が見える夜っていうのはやっぱり少しこうナイーブになるし、なんとなくこの先どうなるんだろうとか、いやなんか嫌なことが起こったらどうしようみたいな、ちょっとこう本当にこう精神的にナイーブになって、何も起きてないんだけど何か起きたらどうしようっていうふうに感じやすいんですね。で、自分の環境社会のところでもそうやって考え込みやすいですよっていうカードが出てるので、まあ注意としてはやっぱり実際に起きてることは何なのか、そしてこれは私の想像なのか、ただの物語ストーリーなのかということを自分で意識的に見極めて、あ、これ私の想像だった、だからもう考えないでおこうとか、いやまだこれはこの話の展開わからない、だから心配しないでおこうみたいな感じで、余計な心配を引き寄せないようにだけしてください。そして金運はなんかとてもいいんですよね。ここは非常に光っているって感じがあって、金運っていうか
その自分の価値っていうものをもう一度新鮮に思い出すんだろうなと思いました。その不安なことがあるとか、この先どうなんだろうな、ああってこう言ってる中で、でも私にとってこれがあるとか、でもやっていかなきゃいけないしっていうような、だから自分の本質的な良さっていうものを思い出せる気がしますね。でそれが自分の価値につながり、実際現実的なお金を生んでいくっていうことにつながっていくような気がします。そして恋愛やレジャーも非常になんか冷静なんですよね。なんか楽しむ気になれないみたいな感じがあるんですけど、まあ、無理に無理やりその盛り上げて楽しまなくてもいいですよ。もし企画とか何か予定を立てるとか楽しみ事を立てるときは、逆に言うと冷静沈着にできていいかもしれないですね。今この時はなんか妙に気持ちが盛り上がって全てがキラキラうまく見えるっていうのではなく、なんとなく冷静で気分がこうちょっと低迷してるからこそ、冷静にどうなんだろうっていうふうに見ていくこともできるのでね。はい。そして健康はですね、ワンドの8の逆っていうのはちょっとなんかその日によって全然体調が違うって感じがするんですよね。で基本的にはうまくバランス取ってやっていけてますよっても出てますし、ジャッジメントっていう復活のカードも出てるので、まあ大事に至らないというか、 なんだか昔の傷がしくしく痛んできたなと思っても、あでも翌日には治ったわとか、まあ良かったわっていう感じなんですけど、時間の過ごし方とかその日何があるかっていう出来事によって、なんか妙に体が疲れるなとかね、ドタバタするなって感じがあるかもしれません。そしてパートナーシップに関してはワンドの9の逆なので、自分ができることってこれだけしかないみたいな感覚があるかもしれないですね。ページの相談の逆、もっと深く相手のことを知れたらもっと何かができるのにとか、自分が何かの責任を引き受けてでも相手に尽くさなければならないみたいな感覚があるとしたら、そこまでね考えてあげなくていいですよって感じがしました。パートナーシップっていうのはやっぱりお互いがお互いにとっての影響なので、どっちかが一方的に何かを差し出すとかではないんですよね。なのでここでもね、なんか自分がすごく相手に気を使ったりとか、相手に対してもっと違うことなんか誤解を与えたんじゃないかなっていう気持ちがあったとしても、そんなことないんですよちゃんと誤解は解けるというか、逆に誤解を受けたと思っても、でもきっとこの人は分かってくれるという信頼を持つ方が誤解は解ける可能性が多いので、なんかもう直接手を出すというよりは温かく見守るみたいなね、自分で抱え込みなく自分で抱え込みすぎなくていいよって感じがしました。パートナーシップに関しては。はい。そしてちゃんとこの7月23日以降から宇宙から届く恩恵があるよっていうふうにも出てますし、まだそれがはっきりと何かっていうのは自分の中で見えていないので、確信はないかもしれないんですけど、ちゃんとね届きますよっていうのは出てますので大丈夫です。そして最後はそうね、気をつけることとして出てるカードがカップの3の逆なので、思うような喜びっていうのはちょっと違うのかもしれないですね。まあ、大前提としてやっぱり今ナイーブになってるっていうのがあるから、それを覆すほどの大どんでん返しの喜びがあるかっていうとそうでもないって感じなので、まあそこまで何かにこう期待するってわけじゃないんですけど、まあそこそこの喜びはあるって感じなのでね、そのものすごくもうお誕生日を機に良くなったわっていうびっくりする喜びではなく、ささやかな喜びを探してくださいって感じです。でそのささやかな喜びっていうのは、嬉しいことがあるっていうよりも、こう抱えていた不安とか自分で自分を縛っていた思いっていうものが外れていくことに、それがささやかな喜びだと気づくっていう感じがあるので、まあ全体的に見てもやっぱりこのお月さんのね、何かどうなるんだろう、何が起きるんだろうかっていうこの不安な感覚っていうのを、自分できるだけ自分でどうやったら自分を落ち着かせてあげられるかなっていうことを考えて過ごしてみてください。まあ私がこのカードから見る限りは、しっかり休むということと、
あと人に対しては誤解を与えたかなと思うことに対しては大丈夫ですよって誤解与えたとしてもいいやぐらいの開き直りで言ってほしいですし、その何か自分の気持ちを上げてくれるような喜び事を探すというよりは、自分から不安材料を一つずつ話していくことによってささやかな喜びが見えてくるよっていう感じがしました。はい、特に仕事に関してはね、どうしようこの先っていうふうに思わずに過ごしてみてください。一番のポイントはやっぱ今この瞬間に喜びを探すっていうのが一番いいんですけどね。ただその喜びもびっくりする喜びじゃなくてささやかな喜びです。はい、ということで今回はここまでにしておきます。次回は、7月末ぐらいに8月と9月の星の動きを解説させていただきます。何かしらいい気づきが起こりますように。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。